カイロもルーでございます。セブンナイツやっていきたいと思います。これからはね、ちょっとまあ翼っちとかも忙しくなってきてるっていうところもあって、僕いつも翼っちの動画参考にしてやってたんですけれども、自分でもちょっと考えて、やっていこうかなと思ってます。 PVE と言えばルーと言われるぐらいにね、成長していければいいなと思っております。今20回ぐらいやって、まあなんとか9大点かなっていうところまでたどり着いたんで、ちょっとやっていきたいなと思います。相手のスキルが来るとか、スキルの前に通常攻撃入れてくるとかで多少変化しちゃいますね。で、一番苦戦したコルトもなんとかね、早く倒せるようになったっていうか、まあ、コルトが先にスキル使ってくれば余裕なんですけどね。で、ちょっと行ってみたいと思います。パーティーはこちら、ヘッドはユー、でバリスタワントップ、パルムス、ジェイブ、チャンスラー、デロンズと。でデロンズは攻撃力上げたいなっていうところですね。120%でもね、正直言ってアリム 60% アリムを入れた時とバリスタのダメージに差を感じることができませんでした。なので、実際のキャラと同じようにダメージのキャップがあるのかもしれないですね。で、パラヌス、ジェイブ、チャンスラっていう風にした理由は、3体攻撃の場合、パラヌス、ジェイブ、チャンスラにほぼ当たります。なのでそれで免疫剥がしていくっていうところですかね。で、また最後に装備の説明しようと思いますので、ちょっと行ってみたいと思います。最速は、35秒でした。で、平均42、3秒かな。やってみましょう。まず、俺はね、チャンスラー打ちます。で、これで、シルベスターを攻撃してくれると最高なんで、なかなかうまくいきます。これでシルベスターが、これがダメなんです。貴様のせいはここまでだ。これがダメなの、ダメなパターン。このサイズの攻撃を打ってくれると勝手に勝手に、あ、違うか、もう一個のこと。また失敗か。バランスは回数免疫ついてるからね、それはきつい。この力をもっと試させろ。ここでデイブの下を打って、剣材量の分際で終わらせるよ。やったか、すごいもの見せたげる。本当はね、生かしてるでしょ、先に打ってくれれば。生かしてるでしょ。回数免疫3回外せるんで、この俺が貴様を死へ誘ってやろう。まあちょっと変えてみようか。デロンズであんまりこういう量変わんないんだったら、反射か。プラトンか、プラトンしかいないか。必ず帰る。覚醒しなければ反射あったんだけどな。戦争の風が吹いてみた。意外と反射持ちって少ないよね。あ、俺手を反射だ。この刀で
悪を断ち切る。これでもこれやってると今日対戦相手めっちゃ強いのに装備ボロボロになっちゃうな。祈ろう俺のパーティーを見られないことを。あ、光分すればいいのか。この刀で悪を断ち切る。あ、でも免疫ついちゃうか。免疫つかないキャラがいいんだよな。ってなるとやっぱりプラトンか。わが。なるとやっぱりプラトンだね。難しいね。タイムアタックね。昔はねファンタシースターオンラインでタイムアタックめっちゃ頑張ったけど、記憶あるけどなかなかうまくいかんもんですな。じゃあ行ってみよう。チャンスらした。シルベスさんやってろ。悔い改めよ。ここでねやっぱりね普通チャンスらシルベスター落としとかなんかで結構変わるんだよね。このダメージでしょ。全てを奪うよ。また失敗か。いた時と いなかった時終わらせるよ。誰よりも早くて成果。どうやって倒すかっていうのが重要。これが私の実力。てえな。すごいもの見せてあげる。シュッと。活かしてるでしょ。見ての通り。なのでこれをうまく使ってやる感じですね。私が世界を立て直す。パラヌスだとパラヌスも回数免疫あるから反射できないからね。あとは本当やっぱ多少運頼みにはなるよね。どうしても誰を攻撃するか。あ、2回攻撃してくれない時もあるから。倒せない。これ固定ダメージだからこれ勝手に死んでくれるんで、こっちから撃ってくれると助かるんだよね。すごいもの見せてあげる。シュッと。活かしてるでしょ。てえな。終わらせるよ。てえな。44秒。悪は私が切る。なくなっちゃった。まあこんな感じですかね。じゃあ最後に装備を。チャンスラーは攻撃力上げました。最初にスキル打つんで、で弱点にしましょう。で PV でブロック率上昇。これなんか間違えてるね。間違えてますわ。なんでこんなので戦ってたんだろう。まあいいや。まあでも実際倒せてるから問題はないですね。でバリスタは臨床の、
あ、これちょっと不完全なんだよね。まあね、うまくできればね、バリスタも光オンにできればいいんだけどね。反撃率を上げたいの。お手紙じゃ、あ、これはね、関係ない。あの、攻撃力を上げたくてつけてます。で、カイルが装備してた、ダメージ量 20% と弱点攻撃率が 10% 上昇、攻撃力が 25% 上昇ってやつをつけてます。これでも変わんなかったんですよ、ダメージが。シルベスタに与えられるダメージが。だからやっぱり、キャラのシルベスタと同じで、ちょっとやっぱ下げられてる感じな。この手で必ず全て浄化する。 20% まで減らしますっていうやつ、これが発動してるみたいですね。で、プラトンは持って何もない。我が世界の復活をお助けください。で、ゲイブ、ティーちゃんの意志は僕が守り続ける。弱点取り出しました。で、闇を4にしたのか。通常攻撃、まあ通常攻撃なんで打たないけど、こんなとこですか。あとパルンスか。パルンスはアリンスで使ってんだけど、武器を1個外すっていう、こうオープニングの策でやってますね。ここら辺は本当アリーナ装備ですね。まあでもこれで40秒台も出せるんで、まあ、編成難易度も高くないかなと思います。プラトンもジェイブも、チャンスラーもレベル低くていいし、パラヌスも1体いれば OK です。反射にも影響ないんで、ただバックキャラ一覧の方に入ってるから入れてるだけ。だからパラヌスいなかったら別にセバスチャンでいいです。うん。で、必ず5番に置いてください。5番だったら火ダメないんで。うん。ですね。なんかあとはユウよりいいペットがいないかなーっていうのをやっぱりちょっと模索したいところですね。はい、というわけでね、ルー式、記憶ダンジョンしつけの時間2攻略でございました。もし参考になったよ、という方いらっしゃいましたらね、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。